アイマイナス185、ポリカルポフアイマイナス185、ロシア語、ラテン文字表記の例、パリカーポフアイマイナス185は1941年にソ連で試作された戦闘機である。単座単発の低翼単葉機で、胴体は反物コック構造の合反性、主翼はジュラルミン製だった。エンジンは、空冷星型14気筒のシュベツオフ M-82、 空冷星型18気筒の種別 f m ーム71の二通りがあり、プロペラは直径3.2メートルの3羽のものを使用していた。飛行試験では優れた結果を残したが、エンジンの問題や政治的理由などにより量産されることはなかった。1939年、ソビエト空軍は国外の新型機に対抗可能な近代的な太陽戦闘機を必要としていた。 I-15 や I-16 といった主力戦闘機の設計を手掛け、戦闘機の王様と呼ばれたニコライ・ポリカルフは、当時最も有力な設計者だったが、彼を取り巻く環境は決して楽なものではなかった。彼の設計局は縮小移転され、彼が手をつけた I-200 戦闘機、後のミグ -1 の開発は、ニコヤン・グレビッチ設局に移管されてしまった。 I-16 戦闘機の改良型として製作された I-180 は多くの問題を抱え、ポリカルポフ自身も1938年の試験飛行中の墜落事故でテストパイロットとして登場していたソ連国をのバレリー・チカロフを死亡させたため、当時のソ連の主導者スターリンから信頼されなくなっていた。しかしこのような逆境にあっても彼は 航空機の設計作業を止めることはなかった。ポリカルポフは1939年にドイツに航空産業の見学に訪れ、フォッケウルフ FW190 のような国外の新鋭機に対抗するためには、当時開発中だった大出力の複列性型エンジンを戦闘機に搭載する子が必要不可欠だとの確信を得た。彼は1940年の初め、 I-180 をベースに1750馬力のトゥマンスキー M-90 エンジンを搭載する I-185 を設計した。最初の原型機は1940年5月25日に完成したが、その時点で入手可能だった唯一の M-90 は飛行試験には使えるものではなかった。そこでより大型で2000馬力を発揮する。 種別オフ M-71 エンジンを搭載するように設計が変更されたが、このエンジンも間に合わず、結局1600馬力の種別オフ M-81 を搭載するように再度の解説計が必要になった。ポリカルポフ設計局へ届いた M-81 は、欠陥品で開発はさらに遅れ、1941年1月11日に、 ようやく試作機 I-185 が初飛行にこぎつけた。ところが飛行試験でエンジンの異常振動が発生し、I-185 の開発は早々に放棄されることになった。試作機はエンジンを M-71 に戻して I-185 に作り替えられ、1941年5月29日に再飛行した。 別に作られたもう一機の試作機は4月8日に飛行した。1941年夏には1 7 0馬力の種別オフ M-82 エンジン、アトニアシュ -82 と改名を搭載し、2 0ト、mm、ル機関砲3本を装備する I-185 が2機製造された。1941年10月、ドイツ軍の侵攻から逃れるため、 I-185 はポリカルポフの第51工場からのボシビルスクに疎開した。1942年3月の政府によるトライアルでは I-185 は極めて優れた結果を示した。I-185 の最高速度は時速 630km。I-185 の最高速度は時速 615km に達し、操縦も容易であった。 結論は、I-185 は、当時の他のあらゆる、ソ連の戦闘機より優れており、I-185 もほどでないにしても、それに次ぐ性能を持っているというものだった。1942年6月には、実際の量産を想定して組み立てられた5号機、M-71 搭載が完成したが、これは最高速度が、時速 667km に達した。 1942年、I-185 の試作機を戦場でテストすることが決定され、I-185 と I-185 に気づつが、1942年12月9日から1943年1月13日の間、カ仮に戦線に展開する第3航空軍の第728新戦闘機連隊で運用された。 試作機を失わないよう空戦行動や敵領地区上空の飛行は禁じられた。パイロットは I-185 を絶賛した。特にその速度性能、約 -7B や LA-5 よりも速く、当時のソ連の戦闘機の中では最高だったや、大出力のエンジンが生み出す垂直方向の機動性、強力な武装、操縦の容易さは際立っていた。 I-185 の飛行特性は I-16 のそれに似通っており、機種転換が簡単という点も重要だった。実地テストの結果、I-185 に紹介量を加えて量産するよう勧告された。時を同じくして政府によるさらなる試験が進められていた。I-185 の最高速度は一部の試験飛行では 時速 700km を超えることもあったと報告されている。結果は非常に満足のいくもので、テストパイロットがスターリンに対して I-185 の優秀さを説明し、可能な限り早い段階での量産開始を求める手紙を書くほどであった。1943年2月にはモスクワの第81工場で I-185 の大量生産の準備が 始まった。しかし、同年4月5日、I-185 の試作機がエンジントラブルのために墜落事故を起こし、同じ月に生産準備作業は一転して中止された。公式な理由は、新型機を導入することで一時的に戦闘機全体の生産性が低下する恐れがあるというもので、M-82 エンジンはすでに LA-5 戦闘機に使用されており、M-71 エンジンは一応使用可能なレベルではあるが、まだ故障がちという問題もあった。しかし、他の設計局からの圧力や、スターリンがヤコブレフやラボーチキンを好んだことなど、政治的理由も多分に影響したものと思われている。ポリカルポフはこれにもめげず、I-185 を改良する作業に取り掛かった。 I-187 は出力が 2200HP に向上した M-71 回エンジンを搭載し、後方視界に優れる水滴型風防を採用していた。武装は 20mm 機関砲4門に強化され、最高速度は時速 710km を見込んでいた。他には2080馬力の改良が立つマンスキー M-90 エンジンを搭載する。 I-188 や最高速度時速 591km の I-195 複用戦闘機、複座練習機型の d -185 が提案されていた。しかし、1944年7月30日、ポリカルポフは食道ガンのため52歳でこの世を去り、I-185 の開発は終わりを告げた。ポリカルポフ設計局直属の 第51工場は、スホーイ設計局の拠点となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。